はい、今日も可愛い筆文字を書いていきたいと思うんですが、今日はですね、名言を書きたいと思います。三輪明宏さんの名言ですね。人生はロマン、自分は不幸だと悩むのではなく、試練を与えられた物語の主人公だと思えば人生をエンジョイできる。ちょっと長いですけど、これ書いていきたいと思います。こういう味のある文字、可愛い筆文字書いてみたいな、書けたらいいなと思う方、筆文字の講座をやってます。オンラインでですね。で、今上にポチッと押すとこが出たと思います。そこブログが見れますが、そこから申し込みとかできますので、ぜひ一度見てください。詳しくはこの動画の最後でお伝えしますので、最後ポチッと見てください。じゃあ行きます。まず書きますね。で、その後に漢字は お伝えします。書き方をね。で、ひらがなは、今ポチッと出てきたと思います。ここひらがなばっかりのやつが上がってますので、ひらがな見てください。そこで書き方が書いてます。で、最後にまたパステルの上に書いていきたいと思いますので、パステル貼るだけ全然変わりますから、最後まで見てください。じゃあ書きます。人生をエンジョイできる。主人公だと思えば物語の試練を与えられた悩むのではなく、自分は不幸だと。こんな感じになりました。はい、これを漢字だけまず伝えていきますね。三輪明宏さんの「み」ですね。「み」はこっち大きくて、僕はこっち小さくです。で、上だけ大きくて、あと細くですね。で、ここも細くて、最後だけ太くって感じですね。こうですね。は、ここ太くて、で、ここ三角、四角はこう、太いとこと細いとこ使います。こっち太くて、こっち細くです。で、一回で書いて、僕、この、こういう時ですね、間違った。こうか。こうですね。下側よりも上の方が幅がある感じで大体書きますね。明宏。太いとこ細いとこ使いながら、これも同じくです。上が広がって、下が狭いって感じですね。ぐるぐるっとやって。太くて細くです。下からいきます。はい、こんな感じですね。人生の人、下から行って細くです。生のこっちも下から行って、あとはもう細くです。で、主人の主、ぐるぐるってやって、上だけ太くして、あと細くです。こう、同じく下から行ってこうですね。あと細くです。思う、
四角はもう太いとこと細いとこ入れながら、で端っこにちょんちょんとしてぐるぐるとして、下は小さくです。もの、またこれも下からです。今度は上からです。こうですね、がたりぐるぐるといって、上はこう山なりに、で細く、口は丸く太い細いやりながら、一番上が太く、あとは細くです。また丸で太いとこと細いとこですね。こんな感じですね。次、試練。試練、ごんべん、さっきと一緒です。ぐるぐるの上だけが山で太くで、細くで太い細いですね。でここだけ太くて細く、こうですね。連、太いから細いですね。で斜めで下ろして、太い細いで入れて連、こうだけですね。与える、こうですね。次、悩む、太い細いで、でちょんちょんです。またこっちもここだけ大きくて、あと小さくです。こうですね。で自分、ぐるぐるといって太いとこ細いとこ端っこです。文のこっちは下からです。不安、ここ大きくして下からこんなんですね。不幸、ぐるぐるとやって顔を描いて、こんな感じです。でこれをパステルの上に描いていきたいと思います。春なので、そろそろ春なので、ね、花見もなかなかね、コロナでできませんから、ちょっと簡単に桜を描いてみたいと思います。桜に見えたらいいんですけど、桜を描いていきたいと思います。桜に見えますかね。これはこの上に先ほどの文章を書いていきたいと思いますね。はい、で書いていきます。ちょっと文章長いんで切っていきますね。エンジョイできる、思えば人生を、
人生を。物語の主人公だと。主人公だと。試練を与えられた。試練を悩むのではなく、自分は不幸だと。はい、こんな感じになりました。ちょっとバックが濃すぎて見にくいところあるかもしれませんが、桜をか、まあ、簡単にね、指でこう塗りつぶすだけのパステルですが、消えた。作らさせてもらいました。こういうね、味のある文字、かわいい筆文字でですね、書いてほしいなっていう言葉とかがなんかありましたら、コメント欄にお願いします。そのコメントを見てですね、僕の方で動画を上げさせてもらいますので、よろしくお願いします。で、こういうね、味のある文字、書きたいな、書けたらいいなと思う方、一番最初にお伝えしました、オンラインで筆文字の講座をやっております。タイトルの下、概要欄のところにですね、ブログに行くところがあります。ブログを見てください。そこで、申し込みもできます。あと、講座を受けた人たちの字も見れますので、一度見てください。皆さん書けるようになります。センスがないから書けないとか、字が下手だから書けないとかって言いますが、実はセンスも関係ないし、上手い下手も関係ありません。全員が書けるようになりますので、一度覗いてみてください。はい。で、最後に、こういう動画もっと他も見たいなって方、ぜひともチャンネル登録と高評価、いいねを押してください。今ちょうど他の動画の紹介が上がっているところに丸いボタンがあると思います。そこからチャンネル登録できますので、ぜひともぜひともチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。じゃあ今日は以上になります。ありがとうございます。